はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで今日もマッドマックスやっていきたいと思います。なんか老けた、白髪髪のボリュームがなんか減ったような気がするんだけど、気のせいですかね。ということで、チャムさんと話をしてですね、次のミッションに備えたいと思います。ハープーン、胞子。ハープーンがあれば、ね、なんだろう、ハープーン。Outside. We could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. 他にスクラップがどっかあるのか。ちなみに字幕をもっと大きくしてくれっていうコメントがあったんですけど、できないんですよ。僕もね、見にくいんで、僕もじゃない。俺も見にくいから嫌なんだぜ。We got all we need. Just junk and parts. Yeah, but the jag tip, it's not here.全部集めろって書いてあるけど、あれなんて読むんだ、なんとか先を回収する。あいつの寝室か、これ。ここに隠してんの、あ、これだ。ああいう棒も貴重なんだね。わざわざあそこに隠すってことはさ。あれかな、なんか撃つんかな。ガレージへようこそ。ここでマグナムオプスの組み立てやカスタマイズを行う。なんか NHK のお兄さんみたいな喋り方になってる。ハープーンカテゴリーにミッション目標のマーク丸がついている。そこで標準型ハープーンを搭載しろ。 OK。 マックスは標準型ハープーンの搭載に必要な何とかと十分なスクラップを集めた。標準型ハープーン、標準型ハープーンを15個のスクラップで取得して搭載しますか。 OK、 搭載完了。チャージンググリルの搭載に必要なスクラップも集まった。チャージンググリルカテゴリーを選択する。アップグレードタッスルバーを搭載する。タッスルバーを10個のスクラップで取得して搭載しますか。 OK。 自分で言ってて恥ずかしくなるわ。準備ができたらB でガレージから出るんだ。 OK。 はい、終了。 To stand a chance, she'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right.ここから出なきゃいけないのかな。長押しでどこかに行かなきゃいけない。おお、出た。あの金属のバケモン、え、あれか、あれをぶつかって壊せばいいのかな。3つあるんだね。カカシ、弱者に恐怖と絶望を植え付けるため、スクラップや金属、そして死者の残骸で作られた巨大な像。カカシを破壊すればエリア内のスクロータスの脅威を下げれる。ぶつかればいいのかな。じゃあ真ん中から行く。敵出てこないよな、これ倒したら。チャージリング、これでいいの。
あ、ちょっと待った、これさ、物資回収できんじゃない、ほら。Keep an eye on the car. そうだ、なるほど。これ、うわー、ぐちゃぐちゃだ、すごいな、V 破壊。これ日本語版出たらちゃんとあれなのかな、次近く行ったらちょっと壊す前に近くで見たいね、何がついてんのか気になる。どこの部分に人間がついてんでしょうね。武器切り替え、あー、ハープ、これで、うん、ちょっと待った待った、あー、間違えた。おー、敵がいんのかな、まあ、とりあえず撃っとくか。じゃここに向かって撃つの。おー、なるほど、あははは、おー、すごいな、ここもちゃんと物資回収しようぜ。あー、でも敵いなかったね、物資はなさそうだ。次のやつはじゃあちゃんと近くで見ましょうね、あの左のなんかあれも気になるな、煙出てるところ。ね、視聴者さんのコメントでね、北斗の拳はこの映画ってか、これをなんか作品をテーマに作ったみたいですよ。見たいんだよ、近く。どうなっ、あ、レベルあるの、あー、ここに人がついてんのか、これ確かに道歩いててこれあったら絶対近づかないだろうな、怖っ。操り人形みたいになってんな、ところどころ骨が出ちゃってる、すごいな、このレベルが邪魔で見えない、すごいな。多分下っ端に作らせてんでしょうねお前この前入った新入りだよ、お前があれだっつって、お前が人間つけてこい言われてんのかなよし、スクロタスの拠点を恐れることもない、なるほど、見晴らし地点から拠点を OK、 さあ、右、あれ、なんだろう、オレンジの、あー、スクラップが出たってことか、めんどくさいけど回収しますね、ごめんなさいね、見てる人ね、ちゃんと回収しないとね。おっと、さあ、見晴らしポイント行きましょう。おっと、おーいこれでもゲーム進めてったら金ピカなんのかな、なんかメッキみたいな、ジャスティン・ビーバーが乗ってそうな、あの全部ほらガラスみたいなさ、やつなんのかな。いた、これすごいな、とりあえず見晴らしポイントいきましょう。Let's see. War crier. War crier。唯一の役割は拠点の戦闘員を先導し激高状態にさせて戦わせることだ。戦闘態勢に入った敵はより危険になる。あー、なるほどね。こいつた
なんか太鼓持ち部屋、太鼓持ちみたいなやつか。マーキングしたくなるな。誰フルトン回収したくなるよこれ。他は気になるとこないのかな。まあガソリン取ってんだろうね。ん、なんかまだ見ろってことか。やめられない。あ、これか。拠点防衛のために火炎パイプ、ん、火炎パイプは大ダメージを与える炎の壁でメイントランスを守る、排除するには燃料の供給源を見つけて破壊しなければならない。戦闘態勢に入るとその炎、あ、なるほど、危ないんだ。あ、これか。拠点防衛のためスナイパーはウェイストランドに潜む脅威に目を光らせている。遥か遠くから侵入者を見つけ、近距離および遠距離から敵を攻撃する。戦闘態勢に入ると射撃の頻度と命中率が増す。あー、どうしたらいいのこれ。 Fortified defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes, nothing our sweet magnum opus cannot handle. スナイパー排除する。どうやって。3人いるんだね、敵がね。まあ、マーキングしたようなもんか。この車で行ったって、排除って言われても、いた。あ、待って、壊れそう。石壊れないか。遠くからでも見てんだよね。ステルスで行く。え、使った。ダメじゃん。あ、ちゃんと上に、あ、出てんだ。あ、ちょっと待って。あ、もう戦闘態勢終わった。終わったから、これで狙えばいいんだ。こっそり裏から近づいてみよう。あー、あれバレてんの。やっぱそうだ、やっぱそうだ。おおおおおすげえ。一応引いとくか、念のためね。この前言いましたけど、石橋を叩いて割るタイプですから。何回か踏んどいてね。よし、安心だぜ。ゲートの火炎パイプを止める。タンク、あ、あれか。なるほど。これがパンプしてんのね。おーい、オッケー。で、中の人だけ、一人残ってんのか。あ、ここは多分トゥー、うわ、やべ、チュートリアルの面だからね。あー、これも引けんのか。あー、そういうことか。このレベルが同じじゃない。てかさ、これ…おぉ、落ちないで。バックから…バックから…これやばい。ハマってる。あ、待って、これで入れないじゃん、これ以上車で。スタイ、カーブカー。クイック修理。あー、の…太鼓のおっさんが上にいんのか。これステルスで行ける方法あんのかな。
上になんかクライムするとかってのはないよね。ああしょうがないのか。あれはあれか、なんか拳銃で撃てればよかったのかな。まあいいや、戦いたいし久々に。意外にこれね、なんか気持ちいいんですよね。よし、なめんなよ。赤く光ったからって俺は怖くないんだよ。こいつ俺絶対この役やりたくないわ。敵来たらもうすぐ終わりだよ。仲間助けて、仲間が殺せなかったらさ、悪いやつを。これで下ろせばいいのか。見逃してくれないか。なわけないだろ。さっき優先してくればよかったのかな。マックスのマシンの残骸を見つける。あ、そうかそうか、俺の車を探してんのか。お、ファミリー。マックス、We miss you. Come back soon. マックス会いたい、早く戻ってきて。なるほど。Will I ever come back? え、戻る家族がいるってこと。蹴り続ける。ああまだいた。まあ、ぶっちゃけ戦闘は楽だよね。あ、でも壁越しとか。おい、あ、何こいつ。ちょっと今複雑な、この野郎。おっと、おお、マックスパンチ。お、決まった。じゃあナイフ拾っとくか。なんか砂、こことかさ、もうメタルギアしか思い出さないんだけど。あ、待って、あれなんだろう、スクラップか。砂嵐ね、メタルギアだな。とりあえず上でしょうな。スクータロスのエンブレムを破壊する。あ、水だ。最高。で、スクラップゲットして、すげえなこれ。オイルポンプ、上とし、上？これすごい先進んじゃうパターンかな。あ、違う、よかった、ラッキー。おお、弾丸来た。あー、しかも使っちゃった。これなんかね、FPS みたいな操作じゃないからわかんないんだよね。どうやってやんだっけ。こうか。あ、え。丸ボタンか。もう嫌になってくるな、これ。
弾ないじゃん、もう。100円クオリティー。Him again. 100円クオリティー。エコーかけてね、雰囲気を。あ、じゃあ、キョッコまでにしときましょうね。はい。一回だけ100円クオリティーってたと僕は思ってるんですけど、あ、俺は思ってるんですけど、どうでしたかね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回、なんかボス戦のような気がいたします。ということで、Peace out!